カマキリのチョン。作絵徳田幸久。カマキリのチョンが露草の間から出てきた。朝なんだ。チョンは釣り金人参の下で足や触覚を舐め始めた。朝のお化粧かな。その時チョンの目の前を小さなやつが通り過ぎた。テントウムシだ。チョンはそっと後をつけていった。チョンがツルを伝って木を登って葉っぱによじ登ると、テントウムシはブルルンと飛んでいった。チョンは置いてきぼり。ポカンとしたチョンの前に何かがブラブラ降りてきた。ミノムシだ。チョンはミノムシに飛びついた。ミノムシはゆらりと揺れて、チョンは地面に真っ逆さま。落ちたところはアリの群れの真ん中だった。チョンはびっくりして慌てて逃げ出した。チョンは高い木の枝まで逃げていった。うわ、助かった。お腹がペコペコだ。その時チョンはすごい獲物を見つけた。そこでチョンは釜を振り上げ、羽をバタバタさせて突然釜を振り下ろした。チョンが捕まえたのは大きな殿様バッタだった。お腹がいっぱいになったチョンは、カナムグラの葉の上でゆったりと休んでいる。しばらくたってチョンは歩き出した。雲なんかには知らん顔で、のっそりのっそりと歩いていった。カマキリのチョンは、ツルリン堂の間に入っていった。きっと眠くなったんだ。